LTSI の話は、実はですね、LTSI の話を先にすると、3.14 の LTSI の、今 RC1 が出ていて、もともとの約束で、年内に出すと言っていましたよね。で、ご存知のようにアメリカ人は今ちょうど今週がほとんどお休みモードになっていて、グレックとも連絡がつかないわけですけども、一応3.14 の RC1 自身は、10月の頭ぐらいに出たのかな。で、一応まあ評価、検証していて、まあ、今回ですね、実は3.14 の LTSI には、ルネサスという意味では1000個ずつぐらいバッチを出しているので、それだけ分かるとたっぷりあるんですけど、それ以外にたくさん出してるのは実はそんなに多くないです。で、いくつかですね、例えば NTTNG のバッチとか今いろいろやって少しずつ最後バタバタしてるところがあるんですけども、それをどこまで拾えるかっていうのを今やっていて、一応僕は昨日メールリストにルネサスの検証終わりましたよっていう話を実は出しました。で、あと、まあ、今朝ちょっと深谷さんとテレフォンして、メールが OK だったら出せるようにしたというのが今の状態なので、一応その話で、ちょっとですね、少し皆さんに説明したいと思っているのは、すみません、資料がないんですけど、3.10 の LTSI と、3.14 のアップストリームと、3.14 の LTSI と、3.18 の RC4 ぐらいなんですけど、これを比べるんですね。いくつかのパターンがあって、一番シンプルなパターンは全部丸だというのは、これは当たり前にシンプルなパターンですけど、でダメなパターンは 3.14 で丸だけど、ここがバツってやつはこれはリグレッションなので、これはダメですね、倒さないといけない。で、実はですね、いろんなケースがあって、ここは丸だったけど、バツバツになってて、こういうケースと、それから、丸だったんだけど、バツバツになるっていうケースと、ですね、でまあ、あんまりないんですけど、まあ、丸が、バツで丸っていうケースもいくつかあります。で、要はですね、これがリグレッションなので出さなきゃいけないですね。3.14 のステーブルが動いたところが 3.14 に動かれたというやつは出さなきゃいけなくて、この時に、ここが丸だったらバックボードすればいいし、バツだったらこれちょっとややこしいことになるよねって、こういう状態なんです。で、今回は、うちのこのケースは2件しかありませんでした。全部何百件のテストして。ただし、実はこのケースは結構あるんですよ。要するに、もともと動いていたんだけど、ここの 3.10 とですね、この一番強いのが DT 関係、DY3 関係で、もともと書き方は分かっているので、前は動いてたんだけど、今は動かなくなっちゃってるよねって、実はちょこちょこあります、実は。で、これは当然製品を作られてたのには、これじゃもちろんダメなんですけど、ルネサスは、実はここから先に、ルネサスバックボードツイークが実は出てくるんでね。で、今日、これも Git の中に入っている公開コードなんですけども、で実はここはダーティーなもの、要するにメインレーンでは通ってないけどフィックスがあるものっていうのは実はこっちに入れてます。なので僕は皆さんに、ミスの商用 BSP とかで都合からできるんですけども、LTSI はそういう意味でいくと、メインレーンでアップリブされてないコードは入れないっていうポリシーになっているので、3.14 の LTSI マージ期間は 3.14 くらいまでしか入ってないんですよ。で一応ここ18を持ってきてるのは、18で直ってるやつに関してだけここに戻します、今回。だけど、18でもまだ入ってない、少なくともレビューが終わってないやつは、あえて入れないので、ここはこの形で残してるものが、これですね、このパターンで残してるものがいくつかあります。で、この辺の話を、これ要するにどうしてこういうことになるかというと、この 3.18 です。この辺の、この間だから14、15、16ってあるんですけど、この辺のテストが不十分だからこういうことが起こるんですね。なので、本来は LTSI に品質を上げるためには、メインラインの普通のリリースを全部マネテストしなきゃいけないということなんですけど、これを、まあ、言われてみれば当たり前のことなんだけど、で社内の話をすると、ここはアップストリームチームがやってる。で、こっちの BSP チームは、そのダウンストリームチームと BSP チームがやってる。なので、実はこの未来先物を見てる、まあ、昔から言い出すと青い人たちと赤い人たちが繋がってないので、こういうことが起こるんですね。で今回僕はみんな見つけて、バカ野郎って文句言ったのは、要するに、この人たちは、LTSI のバグなんて俺たちは知らんと先っぽずしか直さないという言い方をするんだけど、いい加減にすると直せという話を今回実はしていて、でこれが実はすごく大事なことだと思っていて、先端の関連を常にちゃんとチェックして作っておくことによって初めて LTSI の品質が保たれるという面があるので、ちょっとここは実は私この話は ESC の評価だと思ってるんですけど、結構本質的にはやっぱりちゃんと先端をきちっと要するにリラックスがリリースされる前とか
ネクストに入ってるものをちゃんとテストしておくっていうことが結果的には LTSI の秘密を上げることになりますよっていう話が、まあ、改めて気づいたというか、まあ、こういうものが分かったので、ちょっとそこを僕は少し早いんでしょうかなと思っているということです。で、今度はですね、2月にコラボレーションサミットがあって、そこにまあ、ちょっと紹介したかもしれないので LTSI のセッションと別にですね、関連サミットで去年酸素の女の子サラマとかっていう感じは、グレッグが元々で僕説明したかもしれませんけど、グレッグがカーネルソースの中にメイクテストって全部入れて、ちゃんとテストするようにしようねっていうのを、まあ、今までビルドしかしてなかったわけですけど、まあ、テストする必要はねっていう話もしてるので、それを引っ張っているのがサムソンのサラマって彼女がやってるんですけど、で彼女は今度コラボレーションサミットに来るので、テストペアの話をこの時どうやってみんなで一緒にやっていきましょうかっていう議論を、コラボレーションサミットと、あとその実際の話は ESC でやろうと思っています。なので、一応今日、まあ、この辺、実際こういうことが分かったよって、まあ、実際データを実は示すと思うんですけど、まあ、この発展系で、2015年のテストをちゃんと、きちっとルール化していくっていうことを取り組みたいなっていうのが、まあ、実際の中で、まあ、議論している感じであります。で、今日その資料を作ったので、人の書いた資料を使いましたんですけど、今日ここでこの話をする意味があるのかっていうことで、皆さん見ると微妙ですけど、2つプレゼンの資料をして、1個は僕書いて、その前、これね、古い資料で、今年の夏前、春頃かな、春か夏ぐらいに、サンフランでやった大電カンファレンスの時の、大電アーキテクチャーフューチャーズってのがあるんですけど、一応大電として何やってるかって僕も説明するのもないんですけど、一応、まあ、僕も先に大電のことを書いたりしてるので、ちょっとだけ皆さんに説明したいと思います。で、ですね、まあ、大電アーキテクチャーは何だって話しなくても分かってるかと思って、車を受けに作ってる、もともと大電はご存知のように、インテルとサンフランがやってる活動なんですけど、ですね、ぶっちゃけはちょっとこれ録画されてるのを見ましょう。サムソンはこれ事実だから分かってることはいいですけど、サムソンは大電 2.7 というのを未だに使ってるんですね。で、インテルは大電 3.0 に移っていて、ベースラインのコードが違います。で、サムソン自身は実際大電を使った製品をいろいろスマートフォンとか、なんかいろいろテレビとか、あと大電冷蔵庫とか出してるんですけど、なんかいろんなウェアラブルとかも出していて、それは大電2系で作ってます。で、それはそれで未だに技術開発を続けてます。で、インテルは大電3をやっていて、社債向けって言ってますけど、この社債のこの後インテルいろんなことをやりたいとは言っていて、どうなるか分かりませんけど、大電 IoT とかいろんな話が出てきて、この後の上海の会議の時は、インテルが大電 IoT って説明して、サムソンさんの手挙げてそれは何ですかって質問してましたけど、なんかそんな感じで、実は間は結構切れてるという感じですけど、今日の話は大電 3.6 の話です。で、一応ですね、一番書いてるのは、インテルとアームをやるよって言ってて、従来はインテルしかなかったんですけど、今回アームをちゃんとサポートするようになったよと。この辺の話をちょっと今日少し説明して、アームの話を説明したいんですけど、これは何だろうな。ですね、これコードコントリビューションフローってことで、大勢はオープンソースですとなっていて、コードを書いたらメリットはないとなったんで、レビューして、それでしまったら回って、ここはいわゆるオープンソースの開発プロセスが待っていて、それに対して、メンテナーがいろいろ作って、こうリリースして出していくと、最終的にこれが、リリースされるよってなってるんですが、ここの部分は完全なオープンソースの仕組みで作っていて、ここにいろんなインテグレーションとかリリースビルドするとか仕組みがあって、ここはもともと大前は OBS っていうのをビルドシステムってもともとスーデから来てるビルドシステムで作って出すっていうこういう仕組みでもあったんです。なので、ここは完全オープンだよと言って、それは事実です。ここの、レビューは、これここのゲート使ってレビューするって、もともと僕、Android を始めたレビューと全く一緒ですけど、レビューはまあどのくらい間違い見てくれるかにかかっているところもあって、必ずしも、オープンソースほどビシッと見てくれてないところもありますけど、オープンソースその、カーネルオープンソースほど見てくれてないところもありますけど、一応この仕掛けは回っているよというのが、まず疑問にあります。で、ね、この辺が大事なので、ちょっと説明したいんですけど、大前コモンっていうコンセプトができました。何を言ってるかというと、元々さっきのサムソンとインテルは分かれてるって僕言いましたけど、これはサムソンとインテルは実は共同でやっていて、そのサムソンの2系を使っているというのは事実なんですけど、サムソンも、3.0 系のアームのビルドもやってるんですね。で、それは何を言ってるかというと、大前コモンっていうのはインテルとサムソンで共通に使える、そのインテルとアームの両方に使えるソースコードを作っている。で、例えば大電 IVI っていうのはパッケージの数でいくとですね、約850個とか900個ぐらいあるんですけど、約800弱ぐらい、750個、800ぐらいはコモンです。で、それ以外に飛び出したとか、モバイルとか IVI とか、さっきのテレビとか、ウェアラブルとか、そういうところだけがプロファイルってなっていて、なので、実は大電の大部分のコードはシェアされていて、それは、サムソンでもインテルでもということで、ARM でもインテルでも動くものになっているんですね。なので、
実はここがこの中にですね、まずベースマンダトリーコードと、シェアドってなって、例えばキュートとかオファーとかってこの辺のやつはオプションになってるんですね。なので改善コモンのベースラインの中からどれをくっつけますかっていうのが選べるようになっていて、それによってあとは元で発音環境もいろいろあるんですけども、それこれをくっつけて、ですから改善のリリースレシピには iPhone だったりモバイルだったりするんですけど、下は共通ですよっていうのが実は改善の大事な感覚です。ちょっとこれを説明したかったんですけど、で実はリリースは当然 ARM なので、今はね、改善コモンの ARM のコードを持っていきます。例えばこの中にはクロスウォークとかそういうわりかしややこしい大きなものが入っていてですね、なのでこの仕組みに依存するっていうのが必要なんですよ、うん、これがですね、ここ書いてある改善コモンと改善プロファイルの関係を書いてるんですけど、この黄色はデイリーです。で改善コモンは実はデイリーでビルドしてるんですね。で改善プロファイルも実はデイリービルドしていて、コモンからの変更をプロファイルにアップデートするのはウィークリーなんですよ。なのでそれぞれ毎日ビルドしていて、こっち側のバグフィックスは週ごとに入るっていう、こういうナイトリービルドシステムが実は動いています。なので、そのコアコードのバグとかそのセキュリティフィックスが入ったりはこっちから入ってくるということになっていて、でこれは実はナイトリーでその800のビルドをずっとサムソンとインテリアやっているということになります。でちょっと今日後ほどの話があるんですけど、一番簡単なのはサムソンのビルドスキルとアームのバイナリーを作るのが一番簡単なんですけど、今は実はそうはなっていないよという話も上手しますが、一番こんな関係で動いているというふうになります。で、大体ロードマップってこれよくわからない、もうこれは春の話で IVA NEXT って何ともさっぱりわからないんだけど、次は今日の瞬間まだクリアな話はなくて、大体自身大体 3.0 は次に出てくるやつ M14.4 といってる2014年の4つのリリースってやつが一応 3.0 の最後ってなっていて、ですからその後は2015年以降は大変4になるのかなんか分かりませんけど、この瞬間クリアのロードマップは聞けてません。だけども一応次出るやつが大変 3.0 のファイナルになる予定になっていますよ。そういう話ですね。で、まあですね、大変のアプリケーションは全部ウェブで書くことに、まあ、正解と全部ウェブじゃなくてネイティブアプリとウェブアプリと両方できるんですけど、 IPI 自体もこれはウェブ HTML5 で書きなさいということになっています。でウェブランタイムはここにいるんですけど、ウェブランタイムはクロスウォーク、もともと WebKit だったんですけど今クロスウォークを使いなさいということになっています。なのでこんな構造がよく定義されていると。でですね、ちょっとこれ面白いので説明しますが、皆さんご存知のように Linux はマルチユーザーマルチタスクシステムですよね。だけどこの場合ではユーザーという概念は普通はなくて、まあ、一部タブレットは若干できているのもありますけど、普通同じユーザーが Linux のアカウント的には同じユーザーが使っているわけですけど、これはマルチユーザーシステムと今回実は考えています。タイでの新しい機能で入れました。で何が入ってできるかというと、例えば車に4人で乗ってて、後ろの席で映画見てた子供が前の席に座りましたとかですね、運転しているのが旦那さんと奥さんがいて運転が変わりましたとか言った時に、その人の個人を認証させてあげると、例えば映画の続きが前の席で見れるよとか、ね、そういうふうな要するに本当のマルチユーザーとしての使い方ができるようなものを考えています。でここは一つ目の組み込みリラックスシステムとしては割かし新しい発想かなと思っているんですけど、そのユーザーとそのこういうアプリケーションを紐付ける、で当然それともなってセキュリティの話も絡んでくるので、その辺の仕掛けが入っていると。この鍵とかですね、なんかこのやると、ログインすると、ログインしないときはゲストで普通に使っていて、ログインしたときはそのユーザーに紐づいた見た目とかアプリケーションとかそう立ち上がるよっていうの仕掛けが入りましたよということになります。ログインしたらこうだということになります。で、それに伴って何が必要なのかっていうと、アプリケーションフレームワークのユーザーウェイでなきゃいけないとか、まあ、これはだから PC のケースでは当たり前のことですけど、そういうふうなこと、あとログインの仕掛けになるとか、あとスタートアップするときにログインユーザーを識別する仕掛けになるとか、あとセキュリティ保全が変わるよねとかいうことを書いています。でセキュリティの話はですね、これいろいろ書いてるんですけど、これさまざまプリューズの写真が載ってますけど、去年車の ECU がリモートでハッキングされたとかいろいろ問題だったことがあって、この辺をどうしなくちゃいけないのって一応、まあ、車の世界でホットな話題になっています。っていうのは車のコネクティビティがいろいろ出てきてネットワークつながるようになってくるので、ここは考えなきゃいけないねって一応問題提起していて、でここに書いてるのはですね、アプリケーションエッセンスウィズコントロールシェアリングって書いてるんですけど、まあその権限の管理をちゃんとしましょうねということと、Linux の NSM って Linux セキュリティモジュールっていう仕掛けがあって、カーネルがランプを実行するときにフックかかって、そのフックでなんていうかな、そのポリシーとチェックしてこのメールを実行していいのっていう仕掛け自身はカーネルに入っていて、
TDSM のスタッカーのセキュリティエンジンとしてはいろんなものが、なんだ、IC リラックスとか、アップアーマーとかいろんなものがあるわけですけど、タイゼンは SMAC という、僕はタイゼン以外で使っているのはあまり見たことがないんですけど、SMAC というセキュリティフレームワークを使っていました。でその SMAC が結構その全ての命令事項に介入するのが重いというのが結構問題になっていて、今回の説明をしますが、ここに新しい、シナラっていう新しい仕組みができたんですけども、ポリシーの、なんていうのかな、プロキシーみたいになってるんですけど、スマックまで全部フォールバックしないで、ここで何ができるかを管理するような新しい仕組みが、実はこの 3.14.3 と 14.4 の間で入ります。で何が変わるかっていうと、アプリケーションを実行するときの認証の仕組みが変わるんですね。でここって、結構そのリアクスアプリを作る人とか、システムを作る人にとっては、根っこのところの変更なので、何かすごくな変更だと僕は思ってるんですけど、こういう仕組みが入ってますと。なので、タイゼンを使うというときは、この辺のセキュリティフレームワークとか、あといくつかその、なんですかね、モード管理みたいなことやってるマーフィーとかいろんな仕掛けがあるんですけど、その辺が、ちょっと特殊では特殊なので、そこに対して好き嫌いが若干出るかなっていう気はしますけど、一応タイゼンはこんな形になっていると。で、まあ、他の AGL の方やっているので、タイゼンの今のこの辺のフレームワークをどこまで AGL に持ってくるか、または、車の世界で行くと他にジェネビとかいろんな活動があるんですけど、そういう人たちとどこで合わせるのかっていうのは、実はこれからの議論になっていて、従来ですね、車のアプリケーションを作っている方は、それぞれ自分でセキュリティ の認証の仕組みとかを入れてたりするのかもしれないですけど、この辺の、リラックスのセキュリティフレームワークをどう使っていくのかっていうのは、この先、いろいろ議論がされていくところ。なので、まあ、大体はこういう提案をしてますよということが、今日ご紹介しております。これは、SAP というのサービス API となって、一応すべてシステム構築したときに、この中でセキュリティを全部確認するような仕掛けが入っているよっていうのを書いてるんですけど、まあ、ちょっと割かし、煩雑というか、ややこしい仕組みですね。こんなのが入ってますというのは、タイゼンの特徴になります。あとは、ウェブランタイムがクロスウォークになりましたよと。で、クロスウォークもですね、いろいろあるんで、新しいものでいろいろあるんですけど、まあ、さっき僕が思ったのは、クロミーム OS は、全部クロミーム OS なので、その辺の、実はですね、アプリから見ると同じ HTML5 なんですけど、ウェブレンダリングエンジンのプロセスの分解の姿っていうのは、実は、ウェブキットとクロスウォークで随分違うし、ウェブキット自身でもバージョンが随分違ったりします。なので、ここも、両方性能とか、その複数ディスプレイとか言い出すといろいろややこしい話が出てくるので、ちょっとこの辺は、対戦はクロスウォークを使ってるよってことだけちょっと頭に入れておいていただくといいかなというふうに思います。で、まあ、ここは、でこれはクラムジャガーが作って、ジャガーとエンジンで作ってる、こんな画面ですけど、これも全部 HTML5 で全部作ってるよっていうのが、こんなものが出ているので、で先週ですね、AGL の会合があって、インテルの方、ケンさんが持ってきてたのは、インテルの、ちっちゃいこの評価ボードができたんですけど、イノーボードマックスって新しいボードができたんで、あれベイトレールから乗ってるボードができたんですけど、あれから2万円、1万5000円で買えるボードが、それ用のこのイメージが公開されているそうです。なので、ちょっと遊んでみるにはそんなものもあるよというのは、僕はインテルの宣伝してどうするんだって話しますけど、わりかし個人で遊ぶには面白そうかなと思いました。っていうのが一応、これはタイゼの紹介。まあ、で今週は、まあ、これ僕の週じゃないですけど、さっきドミニクが書いてるんですけど、一応リンクを貼っておきますので、興味があったら見てくださいということです。でもう一個は僕自分の資料で、これは草刈さんとかには今週話した資料そのままですけど、レースが何やってるのっていうことで、実は AGL とタイゼンの関係っていうのは皆さん分かんない人によく分かんないと思うんですけど、今の AGL はみんなタイゼン上でアプリを書いてるんですよ。なので、今 AGL として公開してるところは実はタイゼンの上で動いてるものなんですけども、この先そのさっき言ったセキュリティフレームワークとか、マーフィーとかそういうところどうするのって議論も含めて、AGL とかで議論しましょうねって言ってる中で、2014年なんです。ジルが先に言いましたね。頑張ってきます。頑張ってきます。頑張ってということで一応これは本当は2014年の話をしますけれどもです。で、ここにこちらに絡んでいくんですけど、ARM の対戦コードってどういうふうになっているのっていう説明をしています。で一番の濃い青いところが LTSI3.10 のアップストリーム、今まさに開発をしているものになるんですけど、その上にこの薄いブルーのところは、対戦自身が 3.14 だけでは動かないよということを説明しています。3.14 の上に、さっき言ったその SMAC の関係のバックポートがすでにいろいろ入っていて、そんなものがありますよと。でさらに、その上にここにあるルネサスの 3.14 に間に合っていない、先ほど説明したこの
レセントバックポートっていうところに入っているダーティーコードですね。メインダイでまだアップリングされてないんだけど、例えば一時目のスパイラーの表示が出ないので何とかしましたねって言って入れているものとかがそこの上に載ります。でその上に先ほど説明した大前顧問から持ってきた大前のユーザーランドというのが載ります。で大前のユーザーランドがですね、実はいろいろ変わっていて、M14.3 が例えば G-Stream が 1.2 だったのが14.4 が 1.4 になるとかですね、いろいろそう結構バージョン変わったりしてるので、いろいろややこしいんですけども、まあ、一応その、まあ、インサムさんが一緒にビルドしてくれたらこのやつが一応使いますよっていうのが基本的な、ARM の ATA のコードの構成になります。でさっき言ったこの部分ですね、このスマップリゲーテッドでアディショナルものが必要だといったリストがありますけど、まあ、主にスマップ関係ですけど、若干その他のものも入っているということで、これは一応 3.14 の管理にはないものがいつも含まれていますよという説明をしています。それからルネクサスは何やってるのということですけど、我々が 3.14 に間に合わなかった特に DT 関係ですね、 DT を使って HDMI を出したこと、そういうところのコードをメインラインまだ間に合ってないんですが 3.19 ぐらいで入ることですけども、それをバックコードで持ってきて作ってますよというのをご説明があります。あとですね、ユーザーランドで実はこれもう一つ話さなきゃいけないなと思っているのは、インテルは当然あの X86 の今は 32bit と 64bit 両方あるんですけど、そのバイナリーを提供しているんですけど、ARM に関してはですね、サムソンがフィールドしているって何度も説明している通りですが、サムソンがフィールドしている ARM のバイナリーフォーマットっていうのはフローティング FP のところのソフトフロートなんですね。FPU を VFP を使ってないもので、今だけコーテックス系のアプリ CPU だとみんな VFP を使うのが普通で、まあ、当然 VFP を使うと性能が高いので、ここどうしようかなというのは実は悩みで、先日僕が説明したのは、今回我々が作るときはハードフロートにビルドファイナル全部フォーマットをビルドし直して、まあ、さっき言った800弱のパッケージを全部ビルドし直そうかなっていうのは、まあ、そういうふうにしようと思っています。というのはこれはコミュニティから部分がそうですけど、若干バイナリーブログが入るんですね、マルチメディア関係とグラフィックス関係で、そこのところのフォーマットが、僕らが割普通に配っているものが、ハードフローと HDF になっているので、そこを揃えないと面倒くさいということもあるんですね。まあ、要するに800ビルドするのとそのバイナリーを2種類作るのどっちが面倒くさいかって話なんですけど、まあ、会社的にはいろんな管理時間を考えるとバイナリー2種類作るのが面倒くさいので800ビルド決心しましたっていうのがここに書いてあることです。なのでプレネスがこれから配っていくものは大前の環境でのハードフロートにしようかなというふうにしているよというのをここに説明しているんですね。で、今の説明したことをちょっと絵に描くとこうなっていて、この点線の中が大前アームの環境性なんですけど、アップストリームの 3.14、TSI の 3.14 なので 3.17 までのバックコードが入っているものと、ローカルフィックスと2フィーチャーが入ったものがここに一応バックコードツイッチがあって、ここは公開コードですので、それをまずベースになっていて、それプラス対戦として当てているエクストラものがくっつきますよと。でこれが全部ゲリットに入っているので、これは公開コードになって皆さん使いますよというふうな構想になっています。で対戦の中のいくつかのプロジェクト、EVGA とか GVM とかは、我々が実はメンテナーになっていて、自分でコードコントリビューションと利用していると。あと、ウェイランド DRPMS とかについては、インテルの方がメンテナーなので、そこといろいろネガシエーションしながらやっているというような感じで、ARM の対戦役目のコードを作っていますというのが今やっている活動だと思います。これが、レーソスバックコードキットというので、これ知っている人はみんな知っているということですね。我々の作る商用 BSP のベースラインコードは実は全部公開していて、カーネルビットの中の、レーソスバックコードキットを引いてもらうと、まあ、僕は週1ぐらいで変わってますけど、新しいビスがどんどん入っています。これ 3.14 系ですけど 3.10 系のものとかも実はここに全部入っていて、なので我々の最新のコードは、ダーティーなものも含めてここに全部入るような形で公開するようになっていますよという形になっています。これがそれを投げて大変なゲリットに投げているのがこんな感じになっていて、これ普通のゲリットなんで見ていけば公開されているものですけども、こんな感じで入ってきますよというのが見えているということになります。でちょっとですね、これは先週におけていうかこういう問題がありますと説明をしたんですけど、今日は最前のウェブレンダリングエンジンはウェブキットですよじゃなかったクロスウォークですよって話をしました。でクロスウォークはですね、これ関係する方にはピンとくると思うんですけど、今までこの5年間ぐらい、レコードハードウェアのコーデックとかを見せるときの切り口としてクリノスのオープンマックス IL というのを皆さん使ってきました。これ僕もその初期の頃から関わっているんですけど、
まあ、主にノキアさんとかその辺の番社が大熊津大臣を切ろうねっていうふうに言って、大熊津自身は、実は2、3レイヤーあってですね、一番上が大熊津 AL っていうレイヤーがあります。これ使っている人ほとんどいません。大熊津 A のレイヤーは G ストリーマーと同じような解明アプリケーションに近い API を見せているもの。それから IL がそのインプリメンテーションレイヤーということで、ある程度アブストラクションかかったハードウェアの機能の見せ方、その下にオープンマックス DL っていうデバイスレイヤーというのが実はあるんですね。でそこは本当のハードウェアごとの違いが全部見えるレイヤーというのがあるんです。これも使っている人はほとんどいません。なのでこの数年間5年ぐらいはみんなオープンマックス IL 層でハードウェアを見せるっていうふうにしてたんですけど、実はそのクロスウォークにはオープンマックス IL の口がありません。でその次のページに絵を描きましたけど、クロスウォーク自身、クロスウォークということはブラウザの中でビデオ再生したりとかそういうことですけども、その時は、V4EJ に直接つながる仕組みになっているんですね。で、IL の口がありません。なので、V4L2 でコーデックをラッピングする仕組みを提供しないと、ブラウザの中でビデオが再生できないんですね。で、ここは、インテルはですね、V4L2 の代わりに、VAAPI っていう、インテルが、これインテルが定義した、まあ、インテルのものではないんですけど、インテルが定義して、ある程度何いくつかの会社が使っている、そういう別の、VFLS に似たような API があるので、それを使っているんですけど、我々であるとか、その他の、要するに旧 IL を使っている人たちは、これに代わる仕組みがないと使えないと。で、使い方として今考えているのは、まあ、当然、オープンされるユーザー空間にいるんですけど、VFLS のドライバーから、Qs っていうですね、キャラクターデバイスインユーザースペースっていう感じの仕組みがありました。Qs を使って、VFLS からオープンにつないであげて、このハードウェアのレコーダーをつなぐと。いうことを考えなきゃいけなくて、でこの辺の開発をこれからやらないといけないねと思っているんですね。これは、まあ、世の中その HTML5 がこの式どう使われているかというのはまだ分からないんですけど、まあ、なんとなくそのアプリケーションクロームブックみたいなやつを見ていると、全部ウェブで書きたいなという気持ちが出てくるので、ここがちょっと我々にとっては技術改造しなくちゃいけないことになっています。でこの辺は、コミュニティと一緒になっていかないと意味がないので、どういう形でクロームでオープンマックス IL のつなぎを表明するかっていう議論をこれからしようかなというふうにしているという話が、まあ、現在進行形の話としてここに先に紹介しておきました。当然みんな多くの人がビデオ再生できないですよねって言うんですけど、今はできないよというのが今の答えになります。謎の写真が出てきましたけど、実はですね、レンサスはさっき僕インテルのいいボードができたよって話をしましたけど、やっぱり安いボードでさっき予算されてたそのビーグルボードもあるのも全部そうですけど、やっぱり何万円かで買える、まあ、本当は理想的には1万円ぐらいで買えるのが理想なんだけど、今までの我々のボードって20万とか30万とかして、とても個人で買う人はたまにいるんですけど、ほとんどいないので、やっぱり数万円で買えるボードを作りたいなと思っていて、我々はそれも LCB、ローコストボードとか言い方を社内でしていますし、インテルの人はハッカーボードという言い方をしていましたけど、まあ、そういうボードが欲しいよねと。で、実はこれボード今作ってて、本当は年末にクリスマスプレゼントでみんな配ろうと思ってました。で、この上にあるけど、11月23日に、これなんですね、我々の R カーとかにもですね、今発想ビルドアップとかのすごい基盤なんですよ。で、基盤の最終工程で、金メッキが、金メッキ工場が燃えちゃって、基盤が日本の領土で燃えてしまいましたという言い訳、まあ、これ事実なんですけど、台湾から電話かかってきて、火事で全部燃えてなくなったというね、僕はこれ台湾の台湾の空港のすぐそばなんですけど、そこに飛んでってどうなってんのっていう話をしてみたら、本当に燃えてる現場を見てきました。なので、それで追加数遅れたんですけど、一応これがこれネットとかも出してたんで、こんな感じですけど、もともとはこれが年内に配れてたってのが1ヶ月遅れですよということですけど、このボードを作っています。なので、これは M2 のボードですけど、できたら、まあ、いろんなところで使えるようにしたいなと思っているので、本当はこれ売り物で、多分ね、5、6万ぐらいになると思うんですけど、ここに集まっている方にはあげますみたいなんですけど、というのは、最初のボードの売る仕組みができるのはちょっと時間かかるので、これ、売る仕組みができるのは2月中旬とかになっているので、その手前に僕100台ぐらい自分でおもちゃでもらおうと思っているので、遊びたい方には配りますよというのを今言っていますけども、そんな形で進めてますよと。あと、ウェブもですね、これはリラックスにこんなページも今、これまだ出てませんけど、来週ぐらいに出そうと思っているんですけど、この前のページでは、ウェブは、21日になってましたね。なので、年内に出そうと思ってですね、こんな感じ の, ウェブの、これがシルコボードっていう別の3つのボードですけど、3つのボードと4つのボード、それぞれこういうページを作って、あとこれ以外の、例えば、横刀でビルドする仕掛けとか全部書いて、レンサスに聞かなくても全部できるようなものっていうのを一応作っています。
で、まあ、これもあの我々としては新しい取り組みなので、オープンソースのコミュニティとかそういう一つにこうリーチしたいと思ってこういうことで始めましたよと。まあ、あの社内ではですね、僕が一人でやってる感じでありますが、あのこういうことをあの始めようとしています。あともう一つは、ちょっとビジネスプランで申し訳ないんですけど、あの今までそのバイナリーのそのライセンスを配るのにとっても面倒くさい契約があって、商売する気あるのかって言いたくなるような、紙配ってから何ヶ月もなんか契約書のやり取り時間かかるみたいな話があってですね、非常にかったるかったんですけども、あのこれブラウェブで行ってもらって、なんか、まあ、若干これ僕個人的にはまだ鬱陶しいと思ってるんですけど、ユーザー登録をしてもらうとクリックすればあのバイナリーのものをすぐ落とせますよと。でただですね、これもちょっと嫌味があって、ちょっとビデオ回ってちょっと喋りにくいですけど、あのサイドパーティーのライセンスを、まあ、具体的にとグラフィマジネーションのグラフィックとか入っているんですけど、そういったものがあのそこの IP ベンダーとのお約束でですね、誰でもその他のボードに持っていけないような仕組みを作りなさいという話になっていて、一定の時間が経つと、これ時間調整できるかもしれないけど、今はなんか15分のことなんですけど、15分ごとに初期化し直さないと使えないというそういう変則な仕組みが入っています。なのでちょっとまだ若干やめるところがありますけど、まあ、前よりは進歩かなというふうに思っているので、こんなことも用意してますというのはちょっと僕は紹介ですけど、まあ、少なくともあの今まではあのビジネスの人じゃないと買えなかった、手に入らなかったんですけど、これ誰でもあの学生でも誰でも触れる、手に入るようになったというのは進歩だと思うので、まあ、こんなことやってますよという話があります。ということで一応の最初大前の話をしましたけど、この上でも大前を動かせるようにしますので、まあ、大前だけじゃなくていろんなものをあの普通のディストリビューションであったり、アンドロイドだっていろいろ動かせると思うんですけど、まあ、こんな環境を用意しているので、アームの創設者さんのリナックスの環境というのを作っていきますということを、でまあ、当然この ATTC とかも全部入れ込んでいきますので、あのこんなことをやってますというのを今日ご紹介をしました。何かご質問とかありますか？あの、まあ、ボードできたらもっと持ってきますけど、まあ、今だけのプロセスはそこそこ早いので、毎年いろんなことできるので、まあ、ちょっと遊んでみればいいかなという気がします。あの、さっき僕も言ったこの Chromebook もそういう意味では、アームで全然普通に動けてしまうので、まあ、そういう意味では、今時のインターネットものは全部多分できちゃうと思いますね。うん、ということで、一応今日は、ATTC の話と、プラスアルファで大前の話と、新しいボードの話を取り組みをご紹介しましたので、何かあったら私もご連絡ください。実際にあの、大前って、あのオートモーティブのインダスって、僕らはあんまりあの、付き合いが今一つないのでやらないんですけれども、どれくらい進んできてるんですか、実際にあの自動車に使っていくっていう感じ。 Linux はいっぱい使ってますが、使われるようになってきましたけど、タイデンというのはまだこれからですね。そこだからさっきサムソンと違って、サムソンは自分の製品をすでに使い始めていて、スマートフォンとかも出てますけど、タイデン API の方はまだそういう意味では実際性が乗ったものって正式にはあまり聞かないですよ、僕は、ね。まあ、でも、こっそり使っている人がいるかもしれないです。あの Linux であるとオープンソースを車に使うっていうのはどっちかというとヨーロッパ、ジャガーだとか、はい、BMW であるとかそっちの方が先行してるって印象を僕は持ってるんですけれど、どうですかね。皆さんも詳しいかもしれないけど、まあ、僕だから我々のチップを売った先で当然どの OS 使いますかっていうのは当然必要で聞くわけですけど、はい、今はもう Linux が当然のようです。あ、はい、8割ぐらいの感じでした。であと当然その今、Android とかいろんな話もあるので、この先まあ Linux のバリエントが増えてくるだろうし、以前は Windows も結構多かったんですね。だけどそれは数字は減ってきています。なので、まあ、Linux のターゲットは一つとして、社債って結構大事なことになっているのは事実ですね。大前がカーネル LTSI 採用するようになって、はい、Android とかだと Android 用のカーネルパッチってあるじゃないですか、大前、はい、の場合ってなんかカーネル大前用のパッチみたいなのあるんですか？それはね、だからさっき言った部分もあるんですよ。まあ、そうですね、ここの薄いブルーとかどうしても存在していて、基本的にバックボードですけど、大前自身はプロプロコードはないっていう言い方をしてるんですけど、LTSI 3.1 だけでは動かない。大体まだ LTSI 3.1 出てもいないので、LTSI 3.1 の準拠って書いてたら本当はおかしいよ。なんだけど、まあ、実態はこういうことですよ。ただスマック自身はメインライン入ってるから、あくまでバックボードみたいな。そうです。大前はそういう意味では、なんていうかな、プロプラコードはないです。基本的に全部落とそうです。はい、ということで、これは引き続き私は
商売なんでやっておきましたので、継続する面倒になります。はい、どうもありがとうございます。